皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。今日もネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日は2022年10月の17日ということになりましたが、月曜日ですので、長岡造形大学で教えてます情報リテラシー論の授業が90分 先ほど終わったばかりです。その内容をですね、15分間に短縮しましてですね、要約しまして、今日はですね、お届けしていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。では早速いきましょう。こちらから見ていきます。国内で利用されている主なソーシャルメディアは89サービスということで、毎年同じテーマでお話をしていたら、毎年ね、スライドを見直しするんですけど、去年は82だったのに、今年見たら89になってましたということで、 7個増えています。何が増えたか皆さんわかりますかね。ということで、まあこれからもですね、増え続ける SNS なんですが、頑張ってね、皆さんにお伝えしたいなと思っています。はい、ご視聴ありがとうございました。続きをご覧になりたい方は、動画の下にあります概要欄の方から、YouTube チャンネルのメンバーなるにはのリンクを進んでください。そうすると、YouTube メンバーシップの申し込みの中で、 月額190円から学べますデイリー会員っていうのがありますので、こちらに入っていただければ見ることができます。今日の動画だけでも190円の価値があると思いますが、今日から1ヶ月間ですね、毎日に動画を見ることができますし、そしてデイリー会員というサービスを始めて1年以上経ちますが、すべての動画を見放題とも言えますので、よかったら申し込んでいただければと思います。チャンネル登録もよろしくお願いします。では、続きをご覧ください。 どうぞ